佐藤忠し佐藤忠し大正9年4月27日は、明治時代の陸軍軍人。階級は、陸軍少将、以下は、ジュニー、高4級。広島藩出身、広島県平民。不評第18連隊長、第3代広島市長、宮中古門官等を歴任する。広島藩士、勘定奉行の佐藤慎五郎の4、男として生まれる。 幼少時、広島藩学問所にて、山田実地倉に学ぶ。明治5年2月、陸軍将尉に任官し、東京賃代第9番大隊小隊長に就任。明治7年1月、大阪賃代に配属され、明治8年8月、不評第8連隊付となる。明治9年4月、不評第12連隊中隊長に展示西南、戦争に出生。 従軍のご不評証庫として累進。明治11年1月、陸軍と山学校に配属され、参謀本部官西局員を経て、明治14年3月、陸軍少佐に昇進し、この F 票第一連隊大隊長に就任。明治15年3月、大阪賃大参謀となり、明治17年12月、仙台賃大参謀に就任。明治19年5月、 陸軍中佐に進級。明治21年5月22日から休職し、同年9月13日、不評、第24連隊長として復職。明治24年11月24日、不評第18連隊長に就任。明治25年11月1日、陸軍大佐に進級し日清戦争に従軍する。明治十八年三月四日、平安攻略戦の最中、 銃弾を受け重傷を負う。この怪我が元で、左足切断となり、同年3月7日に休職し、同年10月20日、退役と同時に、陸軍少将に進級する。軍を退いた佐藤は、明治29年1月から同年4月まで、広島市長に就任。明治31年11月29日、宮中顧問館に就任する。その後、東和同文会館次長。 愛国婦人会事務総長を歴任し、大正4年には、おさむ道中学校総理に就任する。陸軍時代の上官であり、信仰の深かった、野木稀助から佐藤に当てられた手紙が、おさむ道中学校、修道高等学校に保存されている。ABCDEFGHIJ、人事行進録ご飯作休。 修道学園誌152ページ http コロンスラッシュスラッシュ www.shudo-h.ed.jp スラッシュインフォスラッシュ pdf スラッシュ 922pdf ハット、漢方第2719号、除人及び、事例1892年7月21日、漢方第5038号、除人及び、 事例1900年4月21日。官方第6548号、除任及び、事例1905年5月2日。官方第478号、将軍任除八1885年2月6日。官方第3131号、除任及び、事例1893年12月5日。官方第3693号、除人及び、 事例1895年10月19日、官報第7639号、付録、除人及び、事例1908年12月11日、官報第1310号、付録、事例1916年12月13日。ありがとうございます。